人間には幸福の他にそれと全く同じだけの不幸が常に必要で、あのね、ちょっと待って、もうね、これはね、僕の周りにこういうやついっぱいいます。でもね、初めはね、僕はね、あの仏教を勉強して、特に密教を勉強しなして、初めのね、それこそ5、6年、7、8年の間ね、これをね、否定したい、否定してたんですよ。否定したい気持ちもあって、否定してたことがあって、それがこの頃ね、なるほどと、これを許せる自分になってきたんですよ、ね。でもそれよりはそこの人命は出やなからね。いやいやいや、人間には幸福のほかにすると全く同じだけの不幸が常に、この常にっていうところにこの人の確信とこだわりと、なんかちょっと小ささがありますよね。だからね、あんまり東洋的な感じを僕は受けないんですよ。常にっていうところにこの西洋的自我の病を感じてしまう。意外に東洋人やったりするんだよね、こういう時に。どうでしょう。どうでしょうね、不幸、全く同じだけど、これはね、意外にね、頑張れ頑張れってなんか言う人やからね、大社長だったらね、ビル・ゲイツとかそうですか。ビル・ゲイツはね、もうちょっと夢見がちの男の子なんですよ。どっちかっていうと、あの、なんやろ、石油王のなんとかとか、あとロックフェラー、ロックフェラーとかね、なんかもうちょっと叩き上げ的な、叩き上げやけども法則的に物事を、作りたい。だからロックフェラーです。ロックフェラー、はい、行ってみましょう。はい、ドストエフスキーでした。言いそう確かに。なんで俺ドストエフスキーも大好きやのに。だから俺名言とかちゃんと、俺おかしな5冊ぐらい名言集の、ドストエフスキーの名言ってそこに載ってなかったわ。いやいや、だってドストエフスキーが名言言わない感じや。ドストエフスキーで苦しみもらえて死んだ人やから、なんか、人間ってこういうもんだよみたいな、そういう悟った人じゃないや、もう泥かぶってきたような人や。こういうのって、あの、ちなみにですね、僕もあの、いわゆる名言集とかで集めてきてるんですけど、ただ、あの、こう言ったらなんですけど、怪しいですよ。本当に言ったのかなと思いますよ。いや、原点がね、だから別に本になってるわけじゃないですから。もしも言ったとすれば、はい、これなんかね、あの、登場人物の誰かが言ったような気もします。文脈の中でこれを言うとものすごく深みがあるけど、これだけ取り出してくると、なんかもうちょっと薄っぺらい感じ。でもね、名言って大体薄っぺらいもん。まあそうですよ。薄っぺらくなかったらみんなに伝わらないから、名言じゃなくて狂言になってくるからね。はいはいはい、そうか。でもね、どうする次、言いそう、言いそう。の誰かの人物、誰かそういう、へへへみたいな。これで人をだまくらかす人ですよ。はいはい、これ自社が名言じゃなくて、すごいひねくれたやつで、ほんで純粋ななんか主人公かなんかをこれでこうちょっとたぶらかすような、ちょっとリチャード3世でね、お客様、人間というものは幸福と同じだけの不幸が必要とするものです、金貨13枚いただきますみたいな、なんかそういうとこセリフっぽい物語に確かに出てきそうですよね。そうそうそう、はい、でこれにコロッとやると本当にそう。でもね、はい、これってね、もうね、ちょっと前まではほんまにね、2、3年前まではね、薄っぺらい言葉かなと思ってたんですよ。それ人生に負けてるんじゃない、はいはいはい。でもね、そっからね、密教を、まさにここ私の密教を、あの、自分なりに一生懸命お師匠様と思い定めた方の言葉を何度も反芻してやっていく、はい、行く時に、あ、これは真実やって分かったんですよ。それは何か、その心を打って、実は簡単なんですよ、小学生でも中学生でも分かると思うんです、つまり僕たちが幸福と不幸を分けてるってことなんですよ。ほんでね、僕たちが分けてるところもね、この分けてるところも結構真実をついてるって、僕たちの煩悩即菩提で、僕たちの煩悩もある種裏返すと真実で、はい、まさにこれは僕たちの中の煩悩が幸福と不幸を同じだけの分量に代替してるっていうふうに捉えることができる。なるほど。ある種の平衡感覚が、それベニスの商人なんかそうですよね。なるほど、なるほど。お前のなんか肉をもらう、そうですね、はいはい、
一滴の血も流さずにみたいなことを言うたり、はいはい、するんやけど、それってその裁判が終わった時と終わる前とで全く違う心境になるわけじゃないですか、うん、これはあれは一種の喜劇なんやけど、うん、僕はある種悲劇よりも喜劇の方が好きなのは、喜劇って人間の粗忽さ、うん、人間の感覚の不条理さ、うん、人間が真実やと思ってるものが実は何の取り柄もない、うん、何の真実性もない、全くその時の相関関係の中で起こってきて、状況が変わったら全くの笑い沙汰になるっていうことを示すという意味で、これ爆弾発言ですよ、はい、悲劇より喜劇の方が僕は深いと思ってます。だから、若い頃、森重久彌やったか植木等やったか言った名言があって、悲劇は誰でもできるが喜劇を演じる役者は少ないっていう、うん、だから逆に言うと、喜劇を演じれたら悲劇なんて全く簡単なことやっていうようなことを言って、それって嘘は本当かは別にして、大きな一つの一徹を、大体悲劇の方がなんか文化度が高いみたいに言われるじゃないですか。でも僕はやっぱり、僕は個人的には、例えばあの植木等の、あのシリーズがあるじゃないですか、あの分かっちゃいるけどやめられないっていう、あのなんて無責任シリーズとかね、あと社長シリーズとか駅前シリーズとか、森重久彌、ああいう物語の方が実はずっと深いことを、はいはい、僕は言っている。それは何かって言ったらね、あの僕はあのある種一杯のかけそばの論理ですよ、はい、つまりお腹すいたお腹すいたって言って、ほんでラーメン二郎なんかに間違ってというか、僕みたいな食を細い人間があのラーメン普通盛りって言ったら特大が出てくるでしょ、はいはい、ほんでそれが食べきれへんかって、半分もいけへんかって言ったらジロッと睨まれて、もう今度から来るなとか怒られるわけでしょ、まあ言うからね、という圧迫感を感じるわけでしょ。それまではもう食べたくて食べたくて、もう金貨を何枚積んでも食べたかったラーメンが、たった10分後にはもう見るのも嫌だってなるんですよ。その感覚の違い、その中に僕たちは真実を見出してしまうんです。感覚の違いの中に真実を見出してしまうんですよ。それが如実に描かれてるのが喜劇ですよね。だって喜劇の中でなんか一生懸命この例えば加山雄三と青大将の話なんかで、青大将がポーンってこう、加山雄三と星百合子が結ばれた、はい、ほんなら青大将は「何て言われたかもいいよ」とか言ったら「元気出しなさいよ」って言って別の女の子が言ったら「はい、そうかい？」とか言ってね、あるいはもう恋焦がれて焦がれて焦がれた人とやっと一緒になれたと、うん、ほんならその後でもう、その女性がすごい金遣いが荒くて、ほんで自分がそれで管巻いて頭へいこらして結婚したもんやから、その後アルコール中毒になって自分もえらいことになってるとかね、こんなに近いような夫婦が、はい、あの映画、修羅の群れなんか出てきますよ、はい、そういうふうに、その場その場、特にうわもう命だぐらいだっていうものが喉元過ぎたら、逆にそれが逆の顛末になってるっていうようなことが、はい、喜劇の中の方がずっと100倍こう、うん、多く描かれてる。僕は何を言いたいかっていうと、人間の幸福不幸っていうのは恣意的だ、うん、その人が感覚的に決めてるだけだ、うん、ところが大体どの人の人生でもまあ7割8割ぐらいの人生が今不幸やって言ってる人だってね、結局まあまあそうですね、少なくとも6割7割の人の人生が終わってみたら、うん、幸福と不幸は常に同じくらい、うん、つまり幸福があったら不幸が必要だ、うん、でもこれってなんか薄っぺらいに見て、ああそれは一つの真実かなと思うんだけど、もっと深いのはそれを陰陽として捉えたら全然違ってくるんですよね、はあ、陰陽ってこれは本当にこの密教の教えの根幹の一つの、はい、密教の中には多分に老子の教え、はあ、道教的な教え、道教的な教えが含まれていて、それなんで道教的な教えが含まれてるかって言ったら、道教の考えの奥にもやっぱりこの
天上天下のこの大自然の動きっていうのがあって、うん、で、仏教の動きの中にも大自然の動きがある。で、僕はその仏教の動きの大自然の動きっていうものがこう完成されたのが僕は日本じゃないかなと勝手に思ってるんです。だって密教が起こってきたのはインドでしょ、うん、インドっていうのはより普遍性を求めるじゃないですか、はい、普遍性じゃないやん。陰陽っていうのは巡る巡る巡るっていうことで、なんかそういうところを僕は感じていて、この陰陽というふうに思ったら、人間が分別、自分の小さい猫の額ぐらいの分別心を持っている限り、いいことが起こった、あま悪いことがあった、ああ悪いことが、ああやっとマシになった、おお、これは絶頂やでって、もうこれからいいことばっかりやってて、また悪いことが起こった。でもそれは分別があるので、これを陰陽やと考えたときに、これ一つの大きな動きなんですよ。ほんだら陰の時には陰の時の過ごし方がある、陽の時には陽の過ごし方があるっていうと、陰の時に力をためて陽の時に発揮したら、どんどんその渦が大きくなっていくかもしれないわけでしょ。この間僕が通ってるお寺に行って、そこの大きな駐車場があって、駐車場に梅の木が何十と植えられててね、で僕この季節になったら必ずね、あのお寺に行った後梅の木を見に行くね、ちょっと道を挟んだ、はい、んだらそこでね、もう1月の10日ぐらいに一度 お前に行った会に行ったら、こんな目が膨らんでますよ。僕のインスタグラムを見てくれたら、その目が、1月の10日ですよ、それで目が膨らんでる。だからその寒い寒い冬の時期、11月から12月1月になった時に、もうねすごい需要を貯めてる、冬があるから需要が溜まる、うん、なんこんなことっていうのはね、ほんまにね、僕は本当は言いたくないね、うん、だって間三つ子は全部言ってるからこの間三つ子イズム、間三つ子は素晴らしい人かもしれんけど、はい、イズムになると、はい、実感を伴わなくてなんか感動しちゃうっていうのがあるでしょ、うん、感動したいから感動するっていう、はい、まあそれはもう僕は嫌いで、あの一時期さ、泣ける映画紹介してください先生泣くことって大事ですよねって、お前勝手に泣けよ、はい、勝手に泣いてそれ発散できてんねやったらそれ喜ぶよ、うん、だって泣ける映画やと思って見て何が面白いのっていう、それ僕100回ぐらいね、はい、あのライターさんに言ったんですよ。ライターさんもそれは自分が仕事あるから悲しい顔して、あごめんなって、あなたはこれでね、あのお母さんも養ってる、ごめんなさい僕いらんこと言ってってお答えしたけど、うん、あれがねほんまにやばいので、うん、相田みつと同じ言葉を使ってるんですけどそこの箱に入れられてしまうのはもう僕の底つかさだということで、はい、でもドストエフスキーはあの本当にこういう人生を歩んだ人ですよね、うん、もうギャンブル中毒ですよ、はい、そんなもんね、上島啓二先生、僕の大師匠ですから、あの人のギャンブル中毒なんていうのはもう目じゃないだって最後はね、もうギャンブルの借金払えなくてモスクワを逃げ出すんですよ、はい、若い若い20歳以上も年下 の、はい、あの奥さんを連れて、ほんだその奥さんが偉いよ、それでなんかロンドンかどっかへ落ち延びねえな、もう完全に借金を見通してですよ、はい、それでそこで自分が一生懸命書いたのをガリバンで吸って、例えば地下生活者の手記とか、白痴とかなんかでしょうね、その小説をまだほんまに二十歳そこそこの奥さんが、寒い寒いロンドンかなんかそういうウィーンかなんかのどこやったかな、その街角に立ってそのガリ版の小説を売るんですよ、自分の夫が書いたばっかり、はい、ほんでもう夫は酒に溺れたり、あるいは転換の病の薬も飲まなかったと思いますけど、そういうもう地獄の中でその小説を書いた、その人が幸福の他にすると全く同じだけど、不幸が常に必要であるっていうね、はい、これって普通の人種性じゃない人が同じだけの、はい、僕らから見ると、はい、あんたどん底の人生をずっと歩んでるんやっていう人が、はい、幸福の他に同じだけの不幸がという中に、ちょっと僕たちとは全然違う感覚を持ってそうですね、そんな感じがします、はい、名越康文 TV シークレットトークよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな、こういう感じの今日で実はやりたいなと。初めて甘い